れは鬼ヤンマじゃないわけね。はい、ヤブヤンマです、ね。ヤブヤンマ。そしたら、うん、まあこう三角じゃないですか。やった方が、あのトンボが、さ解説するほどじゃないんですけど、蝶、とかトンボって結局羽折ったら、うん、羽が蝶ってなるから三角形になるじゃないですか、形が。なるほど。だからこれをこう三角状態にしておるんですよ。うん、そうするとだいたいトンボのサイズに合わせて本当は合わせるんですけど。これって何人に一人ぐらいできる技なの？まあ昆虫マニアなら多分できると思います。え、それで、え、大丈夫なの？俺ちょっとこれ苦手なんだけど。え、無理。え、噛みついたりしない？噛みついたりはします。するよね。なんか噛みついたことある、なんか、うん、そうそう、うん、あ、ついてきちゃうな、一匹。そしたら、うん、まあこう三角じゃないですか。なるほど。あ、そういうこと。こうすると羽ばたかないで保管できるんで。テープとかノイとかいらないの？まあ基本的に鬼山とかとてつもなく飛躍力のあるトンボじゃなければ。で本当は薄い紙とか、うん、サイズ感があった紙でやんないと中で見えないからね、うん、中で動いたりしちゃうんで。だから、まあ、極力最小限折ってトンボに負荷がかからなかったり。あとこれなんか気がつかないでぐしゃみたいなのがまあある可能性がありますね。なのでまあこうやってぴったりぴったりちゃんと止めてあげると。あ、助かった。これで羽ばたかないんで、うん、じゃあもう一匹もちょっと頼んでいいかな。はい、いいっすよ、うん、本当はもうちょっとちっちゃい方がいいんですよね。こんくらい小さくすればいいかな。ちなみにこれは鬼ヤンマじゃないわけね。はい、ヤブヤンマです、ね、ヤブヤンマ。で、トンボのくくりの中にいるヤンマ科に属するトンボですね。ヤブヤンマっていう。で、鬼ヤンマは特有の鬼ヤンマ科っていうのに属するんですよ。で、オニヤンマ科のトンボは本州には基本的にはオニヤンマしかいなくて、他は全部沖縄とか九州とかに分布してる南ヤンマとかカラスヤンマとかそういうトンボばっかりですね。明日までなら OK。 多分持つとは思いますけど、まあ、心配だったら頭の方だけ開けて餌だけ与えてあげれば。何食べるの？でも何でも普通に虫、小さい虫か。本当はこれくらいのサイズ感でやった方が、あのトンボがそのこの中で動き回らないんでいいんですよね。生き餌っていうか生きてるやつを餌にする。そうですね、基本的に。例えばさ、テントウムシとか食べるかな。ちょっと硬いかもしれないです。蚊とかめっちゃ食べますけどね。かっこいいね。生きてないとだな、動いてないと。いや、まあ最悪死んでても口にぶっこんじまえば。ああ、なるほどね。カマドウマはどう？カマドウマは食べれるんじゃないですか。多分そんなあれなんで。カマドウマはよく見かけるんですけど、ここ怖いんですけど。よく俺とかがここの時にやってたのは、冷凍庫とかに入れても仮死状態にしちゃうとかですね。うん、なんか蝶々で昔見たことあるな。蝶でも同じ横でやりますね。うん、あの大紫だから。そうです、そうです。あ、これ息できる。本当はこうやって保管して、で、標本の時ってさ、基本的にさ、この形じゃん。そう、だからこの形で保管して、このまま死んで、開いて、で、オスだったら、その、生殖器が腹の付け根についてるから、そこから細い棒とか通して、状態を保った状態でピン刺して頭左にして保管するさ。それが標本。ひなーってなんだよね。ひなーってなんだよね。よくわかりました。ありがとうございました。自分ではないわ。レクチャーありがとう。トンボを捕まえたかったら。